やりたいなって最近思ってきたんですよ。何をですか？そう、自分の情報発信ですから。でも僕前に散々、あ、これは別に西野さんとかに向けて言ってるわけじゃないですけど、はいはいはい、経営者の人が、実業家の人が経営を教えるって言ってお金を取る経営サロンは僕は違うと思ってて、はいはいはい、経営者だったら自分でお金稼げよ、まあ、分かる分かる、だからそんな経営を教えてお金取って金稼ぐのは本物じゃないって、はい、本当に思ってたからめちゃくちゃ言いまくったんですよ、はい、ああ、はい、だから今さら本来サロン立ち上げますって言われたら何言ってんのこいつって超叩かれます。じゃあ言ってないって言い張ってそんなことは言ってない。でも僕も本当に今そういう考えはあったんですけど、はい、大吾さんの話とか、はい、西野さんの話聞いて、あ、そんな儲かんだと思って、いや大変ですよ、大してぶっちゃけ儲かんないのかなって最初はこうやって思ってたんですよ、はい、でも金額聞くとあ、ほぼ利益だしなと思って。いやですが、すごいっすよ、オンラインサロンでそんな規模でやれてる人って多分いないですよね。いないです。今後半だ、多分後発はもう絶対難しいと思うんですけど、まあ、とはいっても YouTube やってるの赤字なんですよ。YouTube、え？いや多分赤字なのこれね。企画とか、とかじゃないですか。なんか海外行って撮ったりとか。トントンぐらい、うん、なんでやってるんですか YouTube って。最初は、まあ、それこそ僕脱税事件に一回やられたんですけど、それが悔しくて、そっかそっかそっから来てて、で本当は、まあ、実業家軸だったんですけど、はいはい、いつの間にかちょっとインフルエンサーチックになってったって感じなんで。ああなるほど、そっか、はい、でもやったらいいんじゃないですかオンラインサロン。でも、はい、くれぐれも多分オンラインサロンもなんかこうもう千差万別で、はいはい、もういろんなやつがあると思うんですよ。それこそ、はい、経営のこと教えますっていうオンラインサロンもあるかもしれませんし、わかんないですけど、お金の稼ぎ方教えますみたいなことのサロンもあるかもしれませんし、はい、もう僕はもう全然違って、はい、もう基本的に教えますじゃないですよ、はいはいはい、教えますはやっぱ基本的に教えます系は絶対破綻すると思って、もう、まあ、先がないっていうか、まあそうですね、はい、まあ、お金稼げますみたいなことを教えてしまうと、うん、当然、お金稼げるようになった人は辞めるし、うん、ずっと稼げない人はこのサロン意味ないじゃないかって辞めるし、はい、教えます系っていうのは基本的には長くないなと思ってて、はい、そうじゃなくて美咲さんとなんか一緒にプロジェクトをやる、美咲さんが次なんか分かんないですけど、じゃあ武道館でライブをやります、そこまでのメイキングというか、はい、ドキュメンタリーを本当にライブで見ることができるとかいうのをやったらば見たいですけどね僕。なるほど、じゃないですか、一緒に楽しむ系ですよね。あの、まあ、堀江さんとか感じてそうですね。堀江さん何も教えてないですもん、はいはい、でも登場もしてないですね。もうロケット飛ばすところを見せたい、はい、みんなで、まあ、街作るところをみんなで応援するとか、みんなでやるとか、はい、そっちはあるんじゃないですか。